皆さんこんにちは。早いな、早口だ。皆さんこんにちは。猪木みたいになってるけど、皆さんこんにちは。家園大島です。今日はですね、またまた恵那市ですけど、岩村町っていうね、こっから本当に車で 2,3 分のところに、あの NHK で半分青いっていう松下由紀とかをちゃんと来て撮影地になったところです。この町は余談になっちゃうんやけど、カンカラ屋さんっていうお餅屋さんがあって、あのね、砂餅とも言うんだけど、うん、黒ごまが砂糖とかすったってお餅の上に乗っとるもんで、もう本当に砂みたいに見える。へー、まあ、そういうお店があったりとか、これちょっと城下町みたいななった場所で、まあ、あの本当に緑もすごいね、まあ、そればっかになっちゃうけど、本当に景色のいいところでお家を建てさせてもらって、まあ、僕らも幸せですけど、はい、まあ、今回そういう岩村町っていうところで、はい、建てました。で、敷地はね 97.5 坪な、まあ田舎っていうのもあって、まあ、ちょっと広めですけど、まあ、なかなかね、都会だとこんな大きい土地はなかなか買えないと思うんですけど、うん、まあ、やっぱこういうとこだもんでっていうのもあって、で延べ床面積は 31.5 坪、うん、です。で、まあ、ちょっと平屋っぽく見えますけど、ちょっとなんか平屋じゃないような雰囲気なところもちょっとあったりして、今回グリーンのガルバと塗り壁、はい、でこっちちょっと回ってもらうと、ちょっとね、こう綺麗なコの字ではないんですけど、ちょっとこうコの字風にしてあって、リビングの窓がこう道路の方からこうダイレクトに見えないような作りになって、なるほど、ちょっとこう壁を作って隠してるみたいなね、うん、で今回はタイルデッキになってますよね。でね、タイルデッキとウッドデッキって何が違うんですか、まあ、当然 見た目も素材も違うんですけど、はい、こうね、建物って全部見てもらうと、こう水切りって言って、こういうのがついてるんですよね。こう外へ流れるようになってるんですよ。要はこう台風とかでダーって壁に雨が当たった時に、お家の中この中入らないように、こう斜めにこう水が伝って外へ出るように、でこれで水切りっていう名前なんですけど、まあ、これね、裏がちょっと分かりにくいんやけど、こう防霜っていって網網になってて、空気は入るけど虫は入らないっていうような作りになってて、まあ、うちもまあそういうのを採用してるんですけど、結構分譲とかだとないです。やっぱりこういうのがつくだけで金額が出ちゃうんで、まあ、ちょっと話がそれちゃったんやけど、タイルデッキだとこの水切りより下に作ってあげないとダメなんですよ。なんでかというと、こうモルタルで埋めていっちゃうので、もう外壁も埋まって、ここも通気をしなくなって止めちゃうもんで、なんでこうちゃんと通気してくれるように、こう隙間開けてないと保証も降りないんですよね。そうなんですね。なんでここはあのちゃんと隙間を開けてあげる、3センチぐらいで。ウッドデッキの場合だとここにつきますだもんで、床からは段差が少ないんですよ。結構スリッパもスッとこう脱ぎやすいような高さ。まあ、でもやっぱりそのウッドデッキだとこう下の隙間からなんか物が落ちる。隙間もね、だいたい4ミリ5ミリぐらいの隙間でやってるんで、そんな大きいものは落ちないんですけど、まあ、こういうのやっとくと、まあ、ホコリがなんか下に落ちるとかたまるとかっていうのもないし、バーベキューとかでもここでやってもらっても大丈夫。ウッドデッキだと、まあ、樹脂が最近多いんだけど、樹脂だとこうちょっと溶けちゃったりしてね、はい、でこういうところでは使えないんで、まあ、そういう意味ではタイルデッキはやっぱりいいところもいっぱいあります。でちょっとこうグレーのようなね塗り壁と、うん、で基本塗り壁とガルバで、まあ、メインはガルバ八山ですね。でレッドシダーはやっぱりそのお客さんに、まあ、ヒアリングでよく聞くんだけど、まあ、あんまりメンテナンスが少ない方がいいってことで、まあ、今回は軒の方だけ、太陽はやっぱ上から光当たるけど、まあ、直接当たらないんで、まあ、紫外線劣化もないし雨にも当たらないってことで、まあ、あのメンテナンスはかなり少なくなるということで、まあ、上に貼ってます。じゃあなんかいいですか、はい、お願いします。お願いします。どうぞ。失礼します。はい、でね、ここはね、玄関入ってすぐ右側にシューズクロークが、はい、ありますね。広いですね。まあ、50足弱ぐらいかな。お、今回こうハンガーとかはちょっと設けてないけど、うんうんうん、仮にお客さんが後でちょっとハンガーつけたいってなったら、ここにはねアイアンがつけてあげれるかもしれない。へえ、うん、はい。でまあ、ちょっとした棚、まあ、なんか鍵とか、 なんか旦那さん置くみたいな話もあったみたいだけど、うんうん、まあ、こうやってね飾り付けしてもらってもいいかなと思いますけど、はい、ではどうぞ。あ、涼しいね。涼しいね。涼しいですね。カメラさん早く入れろっていう感じだったけどね。あ、涼しいね、はい、でここがねちょっとコンパクトなんですけどリビングで、おー、ここがリビング。今回はこう LDK ってこうくっついてない形になって、どっちかって言ったらこうダイニングキッチンとリビングが分かれてる感じ、うん、でこうちょっと見てもらうと一段段差になってますけど、まあ、ヌックみたいな感じでこう作らせてもらって、はい、
で、もうマットも決めてて、もうそのマットに合わせてこれ作ってるんで、買われるマットがこうスポットぴったし入る感じにはなってます。うんうん、まあ、こっちテレビなんですけど、まあ、奥さんゴロンとしながらこうテレビを見る最高の場所。いいですね。そう、うん、でこうちょっとポコってなってますけど、まあ、こっち側から見てもらうと、あの角棚になってて、うんうん、まあ、ちょっと本入れたりとか、まあ、飾り物したりとか写真立てたりとかね、うんうん、まあ、そういうスペースにもなってます。でここ何っていう話でちょっと僕も資料見たんですけど、あの子供さんがまだ今年の夏ぐらいに生まれて、あ、そう、まだちっちゃいっていうか、まあ、血の見事っていうか、まだまだこれからなんだけど、まあ、ここでこうちょっと勉強できたりとか、中にこうおもちゃカゴに入れてしまったりとか、なんかそういうスペースにも使えるもんでっていうことで今回段差つけて作ってるね。な、まあ、ない時はここにも座れるってことですね、うんうん、でこっちから見てもらうと両サイドに均等に収納があるんですよ。で、こっちが見てもらうと基本角棚にはなってるんですけど、奥にあのコンセントとか、まあ、ちょっと用意してあって、仮にブルーレイとか見るときに、まあ、今ねサブスクで見る人も多いんであれですけど、はい、まあ、物をここに置きたくない、あ、でこっちに置いてこっちがこうつながってる形、あ、線が、はいはいはい、うん、なのでここから線が出ずにそっちへ行ってテレビとつなぐとかっていう、こうハード系のものがこうちょっと収納できるようなスペースにもなってます。で今の DVD とかってこう奥行きがかなりねちっちゃくコンパクトになってるんで、まあ、これだけあれば30センチかな奥行き置けるってことでなってます。でこっちの収納は玄関入ってすぐっていうのもあって、はい、あの同じ可動棚なんだけど上にあのこうちょっと服がかけられる、本当だ、だからあの旦那さんがちょっとこう上着とかピッとこう一旦かけてっていうスペースに設けて、でもまあ棚板でメインで使うなら、まあ、棚板は一応予備で下にこうちょっと今重ねてますけど、まあ、こういう形で棚板もあの自由に高さ変えれますよね、うん、でまたこっちに収納が、はい、映っちゃうよカメラにね、カメラさんに怒られちゃうね。こっちにもね、あの可動棚の収納が奥行き45センチ、こっちはまた大きい、そう、広い、まあ、リビング収納を兼ねてるんですけど、まあ、そっちにも収納あるけど、まあ、あのこっちにもあのかなり収納量があります、うん、こっち見てもらうとねコンセントが一箇所あるんだけど、お、はい、下にね、で今回ルンバ置くとかっていう設定ではなくて、はい、ハンディ掃除機を、あ、なるほど、ここにね分かる、あ、まあ、今こうやって立ってるもので分かりやすいんやけど、ここに立てれるだけのスペースが設けてるんですよ。あ、そう、でもね手前まで棚があるけど、はい、高いものがこう立てれないんだけど、まあ、ここにカチャッとかけて、でコンセント挿して、で掃除機はここへつないで、で、まあ、収納もできるっていう、うん、で実際この裏から見ると扉の厚みが大体こう15センチぐらいあるわけですよ。うん、ここに見ると細いけどこの奥がね、でハンディの掃除機やっても、まあ、こっちそんなに出てこない、うん、なのでちょうど本当デッドスペースになってる部分に、掃除機が入れれるっていう感じで今回なってます。でもう映っちゃってるな、カメラさん、なんで映す勝手に。ここはねリビングじゃなしにダイニングキッチンですよ。ダイニングキッチン結構大空間で、ね、本当に広いですね。そう、広いんですけど、天井も高くて、うん、まあ、奥さんのこだわりのねここは、はい、で家像だと本当にこう窓がね結構大きいの、こう256っていうサイズで、はい、大体2500以上のサッシがあって、大体この256だとガラスがねこう3枚に分かれるんですよ。はい、干すとこの縦のラインがねこう2つ入っちゃうんですよね。ほんとこう目線を遮ってこうちょっと邪魔なのと、やっぱりこう広く感じるためには1本の方がいいっていうので、まあ、こういうちょっと大きいガラスを入れることが多いです。うん、この吹き抜けの上にも窓が設けてあって、うん、夏場はこう光が遮れるようにロールスクリーンで、ね、なってます。なるほど、はい、でキッチン、はい、キッチン行けと言われてます今回モールテックスがベージュです。うん、うん、であのコンセントの方も、まあ、ベージュはありますのでベージュつけさせてもらって、これはあのお客さんの支給品ですけどね、うん、まあ、ちょっとこう色合いもあった感じで、はい、で床は、キッチンの、まあ、いつもよくやりますけどこの部分はフロアタイルで、まあ、水回りなんでいろいろこぼしたりするっていうことで、うんうん、フロアタイルにしてます。で今回は、クリナップさんですね、はい、今日ね、ダブルヘッダーね、これ同じ服着とる前の現場は宝さんの
キッチンだったもんね。この下がホーローですよっていう話したんだけど、そうですよね、今回クリーンアップさんなものでステンレス、うん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 、これもあの家園の方からステンレスに交換してもらって、まあ、これが標準になってますけど、まあ、そういう風にしてます。なんでこれ全部ね、これ結構下も収納あるんですかなんて言われるんだけど、結構本当に全部収納で、20センチの高さのも入っちゃうんでね、はい、全然大きい鍋とか、うんうん、重たいもんは全然こっち入れてもらって。ステンレスのメリットって何ですか？やっぱりね、こういうところにお醤油入れたり油入れたりっていう人も多いと思うんで、はい、上手にこうやるために拭けばいいんですけど、うんうんうん、ね、穴って拭かないでしょ。こうこう垂れちゃって下はこう油びちゃびちゃになっちゃうね。でそのままこう忙しいから、お母さんは置いた時に、うん、後で掃除がしやすいように、うん、でやっぱりステンレスはばい菌とかもこのつきにくいんですよね。ああそうなんですね。なんで清潔感が保てる、はいはいはい、なんでまあステンレスになって、でこうちょっと見るとチカチカっていうのもこうちょっとエンボス加工ってって、うんうん、こうちょっとポコポコしてるんですけど、はい、これ何かっていうと、こう例えばこういうものを仮にこうジャッジャッて擦った時に、はい、ツルツルのステンレスだとそのままこうギャッて傷がついちゃうんだけど、すごい拡大するとこうポコ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 山があるので、でその山の上を擦れてくるんで傷がそんなに目立たかないっていう、そういう加工にもこれなってるんですよね。まあ、今回は天板も人台になってますけど、まあ、ステンレスでもできます、うんうん、で人台は当然ここの中も人台もあったりしますけど、今回ステンレスになってるんですけどね、ここがねこうちょっと隙間がちょっとできちゃうのがある、うんうん、でも例えばこれ全部ステンレスにするとこういう形でつながっていくんで、はい、シームレスって言ってこう隙間がない状態にはなります、うんうん、でもやっぱステンレスだとやっぱこういう塩がないんでね、女性の方は結構お母さんなんかはこういうのがいいなって言われる方も多いです。でモールテックスで今回奥行きは大体これ30センチのカウンターで作ってますけど、まあ、こういうふうにそう作れるんで、うちの場合だとこういうところに、ね、コンセントつけたりとか、この間もねオープンハウスの時にお客さんが見えて、はい、僕フラットのキッチンがいいんですって、結構若い男性の旦那さんとか言うんですけど、はい、まあ確かにかっこいいんですけどね、子供がなんかバーンってこぼしたら全部いっちゃうんですよ、確かにあーみたいな。そうまあ、ほんでこれキッチンっていうのはこう水返しっていうのがついてて、でここにこうチャパーンとこう返ってくるようになってる、うん、でお母さんだからするとやっぱり向こうから見られた時にこういうものが見えない方がいいっていうことで立ち上げたいっていう人も多いんですけど、本当にこれ正確ですけどフラットにすると机だもんね、物をどん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 置いていっちゃうみんな。あーなるほど。なので常に綺麗にしとかないいかんのですよ。確かに。そうやけど大体子供さんが生まれてもわちゃ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 してくるとこうね、学校から持ってきた手紙がこうやって置いてあったりとか、あ鍵を置いちゃったとか飲みかけのコップが置いてあるとか、まあそういう状態になっていっちゃうんで、まあその理想と現実は意外に違うんですけどね、うんうん、まあそういうこともあるんで、まあ結構こう立ち上げる人が多いかな、うちの場合は。であっちやったね、はい、はい、じゃあカメラさんもさっきあっちに行けって言われてたんでね、はい、でこっちにちょっと回っていただくと洗面が、お、ここにあるんですね。そうなんですよ、こっちにね、裏側というか、うん、そう、ほんと玄関入ってきてこうくるっとキッチンの方を通ったりとか、うんうん、シーズンにもそのままこっちに回ってこれて、まあこれも標準ですけど、うんうん、もう説明いらないね、これいつもこれだからね、はい、とうとうさんのね、うんうん、はい、人気です、やっぱ深いんでね、うん、いいなって言われて、はい、洗面もベージュなんですね。そう、ここもね、キッチンの方のモールテックスと合わせてベージュになってます、うんうん、でこれね分かりづらいけどね、一応外壁に合わせてグリーン、今回は全部アイアンがあー本当なってるんです。よくでこっちね回ってもらうと建具はね、こいつ1本だけちょっと可愛い感じの建具になってますけど、これね色が変わりますね、あ、渦が見える、うん、そうそう、トイレね結構あんまりガラスつける人少ないんですけど、はいはい、でも昔トイレってこう明かり窓って言って丸いのついてるのある、うん、まあ、今でも物はあるんですけど、はい、あれをつける人は多分少ないし僕らも勧めない、やっぱトイレって別に分からなくてもいいし、ね、分かってるから、うん、そうだけどこう入ってるかどうか電気がついてるかっていうのはね、うん、これ分かるでしょ、なんでまあすりガラスみたいなね、そうでメーカーさんによってですけどこうやってガラス種類がいっぱい、うん、全部でね、8種類ぐらいあるのかな、あそんなにあるんですか、そうそういろいろやりますこう縦にダーッとなったりとか、はい、いろんなのがあるんで好きなの選んでいただけるっていう、いいですね、近いね、はい、じゃあこっちも開けまって、で今度こっち、いや誰カメラさん、うん、何も喋らない無言なんです、
脱衣室につながってます。おー広い。そう、脱衣室今回 2.5 畳、まだこれから施工ですけど、カンタ君が、うんうん、で洗濯機置いて、カンタ君ね、そう、一応換気でちょっと窓が開けれるようになってて、まあこれはカウンターでちょっとしたもんだったらアイロンかけたいっていうのもあったり、あとこうタオルなんかね、うんうん、まあこういうのを多分こういうところに引き出し置かれるんやろうけど、ちょっと畳んだものをこう入れたりとか、うん、であとはランドリーボックスとかね、まあそういう感じで、うん、でアイアンが一応2本あります。これ見てもらうとこう 長さはなんでこうだけこの短いのみたいな、違いますね。そうこれね、カンタ君の、ね、扉が当たる可能性がある。あーなるほど。それをこう避けて、はいはい、作ってます。そういうことか。でお風呂がクリーンアップしたんですけど、これ見てちょっと服用かな、うん、カメラマンさんでも余裕な感じのねおっさんですっていうこれね1621っていうサイズで、うん、あの大きいですよ。広いですね。これちょっと見てもらうと、ここに線がピッピッと入ってるでしょ。はい、こういう、うんうん、本来1616っていうサイズがこれぐらいなんですよね、うん、でこんだけ大きいんですよ今回のお風呂は。なので洗い場が大きいっていう感じ、うんうんうん、浴槽自体はこっちの幅は一緒なんで、お風呂の浴槽自体は変わんないんだけど、うん、洗い場が大きいね。でもこういうのがいいっていう人も多いね、うん、家族みんなで仲良くね、うんうんうん、カメラさんちょっと一人になっちゃうかもしれない、まあ、それぐらいね広めで今回作ります、はい、あとさこれ見てカメラさん、あの窓があるんやけど明るくない結構、うん、これ北側なんですよ。だけど北側でもこんだけ明るい光が入る、結構みんな北に暗いもんで窓をつけるんですけど、うんうん、北の明かりってこう日が出てから夕方日が沈んじゃうまである程度一定な光が入るんですよね、はいはいはい、太陽の直接の光は入らないんだけど、うんうん、こう外に当たってる光がこう入って北に窓につけるっていうのは結構効率的で、あ、そうなんですね、明かりを取るためにはすごくいいんですよね。ただ断熱って言い出すとやっぱり窓より壁の方が断熱性の方が当然高いんだよね。ああ、うん、そうですね、はい、でそのままこっち来てもらうと収納ファミクロみたいになってます。ここはねロールスクリーンつけるっていう話もあったのかな、まあつけてもいいと思うけど、はい、季節の扇風機しまったりとかキャリーケースしまったりとか布団も圧縮袋入れてしまったりとかね、まあちょっと大きいものが。でこっち来てもらうとここはここだけで2畳、大きい、うん、ハンガーパイプがあって、まあいつも通りこう引き出しがね入れれるようになってます、うんうん、はい、オリジナルの非売品です。非売品ですけどね。非売品ですか、はい、ちょっとなんかパクっとるやろみたいな思われるけど、まあそこはちょっとないないでね、はい、でこっちに入ってもらうと両サイドが、パントリー、まあ、収納になってます。で結構コンパクトだと思うんやけど、うん、結構ねアパートから来られる人が多いもんで、もうそもそもこんなに収納がないと結構ね、あの若い人堅実でね、はい、大量に買ってきても傷んで捨てちゃうぐらいなら、うん、まあ、あのスーパーの夕方の安く都度買ってきて、まあ、子供の迎えとかもあったりするので、まあ、お家からある程度出るんでね、まあ、都度買ってきてっていう人も結構今増えてるね。その無駄遣いしない感じ、うん、で、まあ、私たちこれで十分ですっていう、まあ、これもあのヒアリングしながら決めていきますけど、まあ、今回はこれで終わってます。でこっちカメラさん見てもらうと、なんか奥で黒いじゃないか緑じゃないかみたいなのがあってますけど、これマグネットがあるように、あのアイアンの鉄板が貼ってます。なるほど、うん、なんであの お母さんがねちょっとしたなんかメモも貼れるし、うん、みたいな、まあ何もなくなったら棚として使ってみたいな感じですかね。でここへこうぐるっと回って戻ってこれるわけですよ。回遊ですね。そうですね、ぐるっと、はい。で今回はガスなんだけど IH、ガス屋さんはね本当はガス使ってくださいっていう、まあ、この辺田舎なんでプロパンなんだけど、まあ、ぜひガス使ってくださいっていうのはあるけど、あのそれはやっぱお客さんもね掃除しやすい方がいいっていう人もいるんで、熱源器はガスなんだけどキッチンだけ IH ってことは全然可能でやってます。はい、すごい。そうなんですよ。でもねオール電化じゃないと IH ができんってことはないので、はい。でそのまま、キッチンからすぐですけど、主寝室、あ、ここなんだ、うん、あの電気が白とかオレンジに変えれるように。そうカメラさんこうパチパチって2回急いでやってもらったら、はいや、そこまで早くやんでもいけ、めっちゃもうなんかもうあの何だっけ、 何名人やったっけ、マリオのさ高橋名人、知らない、知らないね、マリオ、おじさんとは知ってない、高橋名人、こうボタンを早く押す人がおったんやけど、へえ、もう一回押してください、パチパチって、早っ
これ 6.2 畳です。あ、6.2 畳なんですね。そう、セミダブルぐらいのサイズでこうちょっと作っておいてますけど今、うん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 、あの収納は本当にハンガーパイプみたいな感じ。まあファミクロはファミクロであるんでね、うん、ただここも例えば可動なのつけたいよっていうのは全然対応可能だし、へえ、うん、そういうのもできるんですね。そうです、そうです。後から、うん、でここはこれグリーン、何グリーンですか。俺ね色弱だからちょっと分かんないんだよね。そうグリーンだね。グリーンです ね、 ね。なのでこれもグリーンに今回合わせてます。そう、あ、すごい合わせてるんですね。さっきこっちこのままいけてたね、ハンガーさん。悪いかもしれない。上がってますね。ここね、あの階段あるもんで、さっき白屋みたいな話してたんですけど、はい、実際はね、あの本当に小屋裏みたいなスペース、うん、で旦那さんがね、本当にこうパソコンでゲームをやるのが大好きみたいで、はいはいはい、でもそのままこう寝るみたいな。あ、いいですね。結構広いね、ここ。あ、でも 4.5 畳。でもやっぱりこう抜け取るもんね、もっと広く感じるね。そうですね、もうちょっとありそうな感じ、うん、そうで、書斎兼あのゲームのスペースみたいな感じ。うん、そう、でもなんか子供、ちっちゃいうちの子供は喜びそう。秘密基地みたいでいいですね。そうそうそう、うん、まあそんな感じ。あ、カメラマンさん後で映しますからね。はい、で、あのキッチン、ここもちょっとカウンター、まあそんなに広くはないけどね、床と同じ材料が今回こうやって、今回縦に貼ってますけど、これがね見てもらいたいんだけど、これ18センチ5ミリあって、うんうん、普通はねだいたいね9センチとか、そう結構狭いんですよ、はい、もうこんだけ幅広いのってなかなかそう貼るところも少なくて、うん、かなり幅が広いです。これ広いですね、うん、でこうワンピースって言って、これ1枚も、うん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 、なんですよ。よくね無垢の床見に行ってもらうと、こういろんなところでこう切れてます、プチプチって、うんうんうん、そうユニって言って、こうフィンガージョイントって言うんだけど、こうやってはめ込んでるフロアが結構多いですけど、まあこれも全部1枚もっていう感じで貼ってて、まあ、豪華には見えますよね。うん、あのシャガンドロがすごい偉そうだって言ったよ。こういうごっつあんっぽいね。あ、すいませんって言ったら謝らなくてもいいよ。でこっちが子供部屋、これちょっとね暗いですよ。照明がまたあのお客さん持ち込みで、そうちょっとね天気もね見てすごい曇ってきちゃってさ、うん、すごい緑だね。緑ですね。すごい緑だね。はい、でちょっと暗いですけど、これ映る、映るらしいです。映ってるみたいです。はい、で子供部屋の 4.5 畳、うんうん、でもうこっちにも一応子供部屋があるんですよ。でこっち 6.2 畳で、多分、まあ、今年ね夏に、まあ、お一人生まれて、はい、まあ、多分こっちをメインで使うのかな、うんうん、最初のうちはやっぱお父さんもお母さんも一緒に寝たいので、ここで寝るのか出身地で寝るのかどっちかだけど、はいはい、まあ、日当たりがいいのはやっぱりこっちで、ここもあの収納と可動棚と、まあ、ハンガーパイプって言って、さっき の就寝室よりも広めに今回収納を設けてます。はい、うん、でこっちからね、出れるようになってます。あ、なんでちょっとやんできた。お庭に出れるんです ね、はい、でタイルデッキはあの、まあ、繋がってはないんですけどね、庭にはここから出れますよっていう感じで、はい、では皆さんありがとうございました。あの今回のお家は、江那市の、ね、お家になりましたけど、どうでした。私ですか。はい、私ですよ。あなたしかいないでしょうね。はい、どうでした。いや、見どころしかなくて。あ、見どころしかない。はい、あ、よかったですね、今日日本撮りでしたもんね。そうですね、はい、午前中からいろいろとありがとうございました。はい、誰やこいつみたいになってますけど。ね、あのカメラマンさんです。さっき写すって言ったね、この可愛い、こんな可愛いのが、うん、あの撮ってくれてるんですよね。そうです。はい、今日もなんか映る気満々で、はい、こうちょっとコーディネートされてね、はい、黒でスタイリッシュに。そう全然髪型スタイリッシュに見えんけどね。うちの、ね、会社であのマウイってあのみんな呼んでてね、モアナに出てくるね、はい、あ、そうそう、よくあの近くで見るとそんな感じなんで、またあのうちの方になんかね意見あったら全然こう送ってくださいね。ね、はい、でもうめっちゃ笑ってるね。カメラもカメラ揺れてますから、だいぶ大丈夫、それあれついてる、ね、ジンバルついてる、はい、で、そうで、何だっけ、このお家が、あ、そう、このお家がね、あのいいなと思ったら、いいね、評価、はい、高評価、チャンネル登録、はい、言いなさい、あなたちゃんと、お願いします、はい、よろしくお願いします。はい、で、その他の施工事例も、あ、そうね、その他の、あの施工事例もインスタとかね、はい、あのホームページの方にはあのいっぱい載ってますので、はい、あのぜひ気になる方はいっぱい見てもらって、あ
お問い合わせいただければね、はいはい、僕らまたこうやって2人でお家取りに行きますので、はい、ぜひ映像でね、はいはい、ちょっと言いなさい、ぜひ映像で、ね、はい、お願いします、ぜひよろしくお願いしますちょっと笑いすぎて動いてるから、はい、大丈夫かな大丈夫です。じゃあそういうことで、はい、また次回、はい、皆さんお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。